バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパルどうもパルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2020。あー、これはすごい。スキリースキリー、雨にも負けず風にも負けず、ガソリンがねない。最後までご視聴いただけると嬉しいです。チャンネル登録とコメントと高評価もお待ちしております。それではスタート。ちょっとバイクを拭きに来たんですけど、小雨でめっちゃ寒い。すごい汚れてるね。これはまた後で拭かないとダメだな。うわぁ、見てこれ、小雨だわ。全然寒いです。ウミネコの鳴き声ってすごいよね。なんか死にそうな断末魔みたいな鳴き声するよね。すごい、なんかミストみたいに降ってるから、これはなかなかやまないんじゃないかな。出る頃には何で欲しいんだろうな。ちょっと久々のカッパくん登場で行きたいと思います。はい、皆さんどうも、大雨です。パピプペパルパルどうもパルパルです。まあ大雨ってほどでもないかな。よいしょ、ちょっと Wi-Fi つけなきゃね。今日はめちゃくちゃ雨が降っております。朝からっていうか夜から降って、こんな感じでめっちゃキリってるんだけど大丈夫なんでしょうか。ちょっとね、怖いんですが安全運転でゆっくりと行ってみようと思いますよ。とりあえず今日はもう結構走りたいな。走れるんだったら周辺の道の駅、ニーカップまで99キロ、2時間。あ、これは辛いな。多分これはちょっと厳しい。もう岬はなので行けない感じです。今日は降水確率 40%、 マジ。さすがに今日は手袋も、あの雨手袋で行きたいと思います。これ使うと思わなかったな、北海道今回は。めっちゃ霧だわ。これハイビームにしとこうか。本当はね、ここ晴れてたらすごいんだけど、景色が。わあ、これはすごい大量ですよ、雨。GoPro もちょっと水滴ついてそうだよね。街の中まで、あのちょっと遠いんですよ、離れてるんですよ。15分か20分ぐらいかな。まあ、去年来た時そうだったんだけど、だからそこまでね、ちゃんとたどり着けるといいんですけど。もうだってさ、前見えないでしょ、ほら。あー、霧霧、雨、もう雨にも負けず風にも負けずですよ。もうね、私ね、台風の中をね、台風が迫ってる中を走らされたことがあるので、もうなんか別に一人で雨でも大丈夫です。めっちゃこんなさ、大雨で霧だけどカラスとかお構いなしに行動するんだもん。すごい、ね、やっぱ人間様より強いよね。人間様が何様じゃいみたいな。去年はもうなんかべしゃべしゃになって使えないようなカッパをしていたんですが、今年はですね、新しく、去年帰ってからかな、北海道から、これはダメだと思って買い替えて、あのいい感じのカッパになっていると思います。ほら、こういうところもすごいぞ。キリンって言ってもそこまでじゃない。なんか本当にさ、30メートル先ぐらい、10メートル先ぐらいしか見えない時がさ、前
回だけ箱根行った時あったりしたから、それに比べたら全然いいと思います。皆さんも雨の時はちょっと安全運転で、出たところに多分ねガソリンスタンドあったと思うんだよな。わあすごい、あーやっとなんか普通に道が走れるぐらいになってきたな。自衛隊百人浜、この辺にも自衛隊の人いるんだね。すごい、北海道って自衛隊の地なんだ。わあ坂道、斜め右方向とか無理だから、そんな変なショートカットさせないで絶賛大雨でレンズが雨粒になりそう。こっちでいいのかな、エリムの街中って。多分いいんだと思うんだけど、違かったらまた戻らないとガソリンが、地下注意、ガソリンがねないよ、行くには半分しかない。なんか今ね本州の方でもすごい大雨みたいだから、去年もそうだったんだよね、熊本とかすごい雨だったんで、それがね今上がってきてこれ雨降ってるんですけど、なんか街中通らない説が浮上してきた。ちょっとどっかでガソリンスタンドのナビを入れないとダメだ。なんかめっちゃ外側を通されてる感がある。一応街はあるんだけどここじゃないんだよね。ちょっと平らな道がなくてなかなか止まれないな。バス停があるからバス停で止まろう。よいしょ、ガソリンスタンド北連27キロ、閉まってたらやばいよね。あ、よかった役場の方通るんだ。ここへ行こう。私はですね、一応ですね、めっちゃ近いし絶対行くんだけどちゃんと一応ナビをかけていきます。いい感じの風だ。でも GoPro はちょっと怖いからあれだな、ガソリンスタンドでハードそう。うわーすごい、こんなところに松部ちゃんとかが住んでるんですよ。松部また来年食べたい。もうエリモでしかあの美味しさは味わえません。松部全然ね、アワビとかより美味しいと思う。貝がね苦手な人でも結構ね、こっちは貝が新鮮で美味しいからいけると思うんだよね。東京の方だとさ、やっぱさ貝がさなんかべちゃべちゃしてしなしなしてたりするけど、なんかさその旅する良さってね、そのまあ料理が美味しいっていうのもあるけど、なんか自分が普段食べてるものでもなんか全然本当は違う味なんだとか、いろんななんて言うんだろうな、視点が持てるのが旅のいいところだなと私は思うんだよね。晴れる日もあれば雨の日もある、褒められる日もあればアンチにけなされる日もある。本当美味しい、普通にマジで